はい、ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいたお車をご紹介します。ボンドショップブログ金太でおなじみ伊藤さんに紹介してもらいたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、金さん、それ繋がってないですからね。繋がってないですけど、金さんがやりたいようにやってください。いいですよ、はい、ちょっといつも通り金さんで行くんで、金さんが好きなようにやってください、はい、で今回カスタマイズさせていただいた車はこちらのフェラーリ812スーパーファスト、はい、正解ですか？はい、大正解、はい、で今回こちらの車はもう車がもともとすごいですけど何をした感じでしょうか？今回は、はい、タイヤホイール、それでやっぱり行くんですね。これも大丈夫です。タイヤホイールと、はい、ローダウン、はい、タイヤホイールは、はい、ノビテックロッソ、はい、ノビテックのホイールですね。タイプ NF8、はい、フロント 10J21、はい、リア 12.5J22 インチ、純正が20-21なんで外径は1インチずつ大きくなってる感じ。幅もちょっと広くなってるんですか？これ幅も、はい、大きくなってます。あ、そうなんですか。でタイヤは、はい、フロント275-3021、はい、でリアが、はい、335-2521、 P0 ですね。22です、はい、P0 しかないです。あ、P0 しかないんですか？もうで日本のカタログに載ってない。あ、そうなんですか。そうなんです。でもタイヤも輸入して、輸入してる。なるほど。いや、もうノビテックヨーロッパのチューナーですけど、これ実はホイールはアメリカのボッセのホイールだって計算してました。知ってました、はい、箱がボッセンでした、はい、そして僕はボッセを初めて見たときにボッセんだと思ってたんですけど、はい、ボッセのボッセです、はい、ボッセですで、まあ、その単造ですごくこう性能も高い、アメタンなんで、まあ、ノビテックの純正供給というかノビテックにも供給してるんですよね。そうです、はい、で色は、はい、スペシャルカラー特注で。あ、そうなんですか。これそうです。へえ、ステルスグレーマット、はい、どの辺がステルスなんですか？これちょっと透けてる感じが。ああ、そういうことなんですね。あ、じゃあ下地のこの感じもちょっと透けつつグレーのマットになってるな感じです。ていうか削り出しすごいですね。これボルトの脇にこのちゃんと穴が開いてるっていう。結構でもアメタン、元はアメタンですけどボスやっぱりヨーロッパのチューナーなんで結構シンプルですよね。どっちかっていうとアメタンにしてはデザインがシンプルだと思います。ですよね、はい、ただ純正に比べるとかなりこっち純正なんですけどかなり攻めた、スポークも細くなってるしかなりシャープな印象で。そうですね、はい、しかもタイヤがこう薄くなってるのがかなり効いてますよね。かなりそこは大きいと思います、はい、いや、いいんじゃないでしょうか。これブレーキ、キャリパーもかなり目立ってますね。であとこれは車高がどのぐらい下がってるんですか？30ミリぐらい、30ミリぐらい、はい、30ミリぐらい下がってます、はいはい、でスプリングは、はい、これもノビテックロッソのスポーツスプリング、はい、で、下げてます。なるほど、はい、じゃあなんかもう適当なの入れてこう性能を落としちゃってるんじゃなくてちゃんとノビテックのチューナーのダウンスプリングなんで、はい、まあ、ノビテックでも作りはカーベー車なので、はい、まあ、そこはまあ問題ないです、はい、まあ、ちゃんとこうスタイリングもよくしつつこう性能も頼ったままスタイリングをよくしてるって感じですね。そうです、そうです。なるほど。あとせっかくなんでちょっと車の紹介金さんお願いしていいですか？これなんか僕のにわか知識でも結構オプション満載だなと分かるぐらいいろいろオプションついてるんですけど、まあ、そこ聞いちゃいけないところですか？そこ聞いちゃいけない、はい、はい、多分この辺の外装カーボンパーツ全部オプションですよね。これそうですね、多分途方もない金額の、はい、ですよね。です、はい、はい、あとミラーとかもこれ多分これサイドスカートも多分全部オプションだと思うんですよね。これですよね。そうです、はい、スーパーカー大好きカメラマン A が撮影してますんで多分その辺は詳しく解説してくれるんじゃないかなと思います。あとこの給油口とかあとリアのディフューザーすごいですね。これ全部両サイド、あと下がカーボンになってるのかな。でこの上のフラップのとこだけボディ同色になってるんですね。これテールランプかっこいいですね。スモークチックなちょっと812のテール。はあ、中もせっかくなんでちょっと見ていいですか？中も、はい、ぜひちょっとそしたら中も見てみたいと思います。あ、すごい。あ、ちゃんとこれドア縁になんて言っちゃって、これドアエッジガードがちゃんと貼ってありますよ。さすがなんかスーパーカーって感じ。わ、すごい。中もこれオプション満載じゃないですか？多分
この辺とか多分カーボンパーツとか。うわすごい、メーターめちゃめちゃかっこいいですね。ドアシルもちゃんと多分フェラーリ、これ多分オプションじゃないかな。すごい。ボンネットも開けていいですか、ケンさん。開けてください。なんとびっくり、800馬力の、うわすごい、 V12 6.5 800馬力12気筒812ですよね。すごい。すごいですねこれ。浦和店って結構812のお客さんって多いんですか。いや少ないです。まあもともと車があんまりそんなに台数が少ないんで、どっちかというと488とかの方がのが多いです、ね、ですよね。なるほど。あと金さん、僕もう一個聞きたいんですけど、例えば、まあ、今回はこれで結構バッチリ、もう元々車がかっこいいんでタイホイールとローダウンでかなりバッチリ決まってると思うんですけど、もし例えば同じ812をカスタマイズするとすると、どんなことがここにできるんですか。あとは、まあ、違うホイールメーカーを出たりとか、アメターンとかですよね。そうですね。で作っちゃってもいいわけですよね。はい、はい、であとはエアロパーツ、はい、まあ、マンソリーだったり、はい、ノビテックロスだったり、はい、あマンソリーも出てるんですね。あとノビテックって言ったらこうワイドボディになってるエルラルゴですよね、はい、超派手ですよね。そうですね、はい、あれはさすがに浦和店ではまだ組んだことは組んだことはないですね、ですね、はい、じゃあぜひお待ちしてますん で、はい、であとはするとすれば、あとマフラーとかですか。あとマフラーですね、はいはい、結構純正だと3000回転以上じゃないとバルブ開かないでしたっけ。3000回転でも、はい、開かなくて買ったと思います。高回転まで回さないとバルブは開かないですよね。なんで結構僕さっきかけてびっくりしたんですけど、結構ジェントルなんですよね。そうです、意外と、はい、エンジンかけ始めだけいい音するんですよね。なんでまあその辺サウンド足りない人は、まあ、車外のマフラーも出てますよ、はいはい、まあ、その辺はあの最近ちょっとざわざしてるんで要相談ということ で、ね、はいはい、であとはどの辺がおすすめですか、もしやるとすれば。プロテクションです、プロテクションビル。そうです、あとまあ最近結構みんな、はい、まあ、鉄板メニューである、まあ、プロテクションフィルムを貼ったりとか、ね、はい、やっぱりこの辺の車傷つく前にぜひちょっと貼っといていただいた方がいいんじゃないかなと思います、はい、でやっぱりこう走る車だし、はいはい、結構車高も低いんで、まあ、あらかじめ先に貼っといた方がやっぱり傷防止になりますし、また貼る部分も結構選べるんですよね。選べます、前だけとか前面とか、まあ、バンパーだけとかフロント全部とか、まあ、フルで貼っちゃう人もいらっしゃいますし、はい、なんでまあその辺はご相談いただければ、はいはい、あと意外に多いのはここですよね、このドアのこのドアカップ、はい、ドアカップ、はい、やっぱりここ爪当たってここが傷になっちゃうんで、ここだけ貼るなんていうのもあの裏手でできますんで、ぜひご相談くださいませ。いやかっこいいな、なんかもう車かっこいいからもうタイホイールローダウンだけ決まっちゃう。もう全然全然ありです。なるほど、あとやるとすればあれですか、ペイントカスタム、ラッピングとかも最近多いですよね。ちょっと飽きちゃったら、はい、ちょっとこう派手な色にこうラッピングしちゃうと、セマショーいましたもん、だってエノラルゴでマットオレンジのやつとか、あ、はい、そういう風にして遊んでもいいですよね。そうですね。なるほど。あとは一応オートサロンで展示させていただいた812はあれ1016、1016インダストリーズっていうアメリカのエアロブランドのエアロがついてますんで、まあ、そういったものをつけてもいいんじゃないかなと。もうありがとうございます、はい、ですよね、はい、思います。はい、というわけで今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいたフェラーリ812スーパーファストをご紹介させていただきました、ちょっとこの後、かっこよく撮った動画をお届けしますんで、ぜひそちらもご確認ください。ボンドチャンネル、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。